ということで、野毛田んぼ野毛はしご酒2軒目に向かっておりますと、はい、あやなんかいいとこあるかな。おいよ、焼き鳥食いてえな。やっぱ野毛田行ったら夜だな。あ、いい天気だな、今日の京都で。気温がおかしい。3、4ですか今日は。3、4ですか今日、3、4ですか。ほら、いいね。4月、3000円ですよ。あれ、これは薄切り牛タン。え、ここめっちゃいいじゃん大丈夫だって。え、大丈夫だって思わない。2軒目何食べる。いや、ここは焼き鳥縛りでいきます。あ、食べ物。はい、ノンアルコールビールってありますか。ノンアルコールビールありますよ。こしょう。ジャスミン茶で。ジャスミン茶で、はい。皆さん、季節のシャリキリサワーって今何ですか。今、白桃です。季節のシャリキリサワーでお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、焼き鳥縛りですか。焼き鳥ちゃうよ。皆さん、中にメロンクリームサワーってあります。なんだって。本当だ、クリームサワー。あははは、本当だ、クリームサワー。聞かれちゃってるやん。しかもサワーだもんね。いいね、お酒だもんね。ここはラッパーがいた店が隣です。なんだっけ、あれ、なんて言ってたんだっけ。チェックシナベイベー。結局あれなんじゃない。チェックしだべ。はい、失礼します。こちらがノンアルコールビールです。注文。はい。あ、はい。いいよ。はい、ください。はい。うずら丼一つ。はい。キムチください。キムチ。はい。はい。さっき焼き鳥縛り。しっかりしっかり食べて。あ、すみません。しけた。無意識だ。乾杯。はい、せーの。これめちゃくちゃ美味しそうじゃん。二軒目。またいい。うまい。夏や。前もなんかそういう系のものがあったっけ。桃さ、桃なんか。まあ、これよ。ここら辺はもう飲み屋街がほとんどだもん。ここには銀だこありますけど、銀だこも飲めますか。いいよね、銀だこ立ち飲み。今度行ってみようぜ。銀だこ全種類食べ終わるまで飲み続けます。飲み続けないといけない。食べないと終われないんじゃないですか。食企画を考えるだけでもニヤニヤしてしまうな。ほんとそうなのよ。今だけよ。食べ始めたら当たり前になるから。でも逆にこんだけ頑張って絞って冬に食ってすぐなんか元に戻っちゃうっていうのもなんかちょっと悲しいよ。でもそれこそおつるのインスタを見たけど、増量期と減量期のやつ見て、増量期マジででけえけどすごいでしょ、取ってんなーと思ったもん。も意外とね、あっちの方がやっぱいいよっていう人の方がね、意外とやっぱね多い最近は。それね、トレーニーの人じゃなくて、じゃない人やっぱね、絞りすぎてるとね疲れるよね。気持ち悪いよ。まあ、ほんと程よく腹筋割れてぐらいが一番いいんだろうね。バキバキはもうね、あれだよ、トレーニングしか受けない。まあ、でも男受けはいいよな。男受けはいい。最近受けの悪いの塊だよ、もうね。マジ？大体友達自体で言われる。ねえ、髪も短い方が良かったなとか、薄すぎだよね。大体友達自体にそういうのが耳に入ってくる。マジ？そうか、ペイ逃げ伸びたね。ダンディーになったよ。今日ダンディー感強いな。ちょっと黒いし。それで筋肉ついたら最強じゃん。ここでもまだおすすめしてくる。マジでペイがバキバキになったら本当かっこいいと思うよ。ね、思いますよね、皆さん。今だとどちらかというとさ、カリカリではないけどさ、思う人によってはペイさん遅いなって思われるんじゃない。じゃあ2人が太すぎる。ちょっとぽっちゃりしてるように見えますねってなるけど、今の2人がげっそりしてるから、その反射で俺が太く見えるだけなんです。だって一般的には俺普通だからね。体重だって60、今は4だから。でも180の64でしょ。まあ悪い方だよ。もうちょっとガッチリめでの方がいい。そこはね、それはもうちょいおいおいトレーニングしていきます。見た目的にあの兄ちゃんいかついなみたいなくらい。あと本当体がっちりしたらマジで近寄りたくないなと思う。いかつい。焼き物の軟骨発でいきますね。いきます。どうもー、こちらもはい、焼き鳥ビクトリー天まで。あぶら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 いいんじゃないですか、ペンさん。それうわっ、うまっ。コウさん、これ油はすげえよ。すごい、あの舌に絡みつく唇がプルンプルンになる。まだあれですか。シュレックの耳じゃねえよ。あるな。まあ、焼き鳥いいね。うまいわ。あ、特上タン串です。うわぁ、うまそう。でんでんぶしぶしぶ。あれ、なんかそれ聞いたことあるぞ。あれだ。ザル？あ、お生地ね。いきます。ターン。間違いね。おお、うますぎる。なんかさ、俺らってさ、1週間に1回しか会わないじゃん。
トレーニングは別として、こういう飲みで酒飲むの大人だよ。そう言われたらそうだ。最近 YouTuber やってると燃えてない。でも TikTok が流行ったからじゃない。すげえな TikTok って。そう考えると、うん、恐ろしいな。その一部分だけ切り抜いちゃう。だってもうそう見えちゃうもん、うん、前後でさ、でちょっと今からふざけるから言ってみるよ、うん、後ろマジお前ふざけるクソだ。この部分だけ切り取られたらさ、ホモクボーイズのフェイスブもう怖い。切り取られやすくなったもんな。ほんと10秒で見れるって思ったら確かに簡単に見えちゃう、うん。メロンクリームソーダ、そうね、あれみたいな、プールの監視員みたいな店員さんの。本当だ。メロンクリームサワー。メロンクリームサワーで、はい。ここでちょっと溺れてる人いるんですけど。監視員さん、ちなみに経験者です。あ、そうだ。俺ら行って、覚えてる。行って、覚えてる。もつるを見にわざわざ2人で、男2人でプール行く。しかも雨降りし途中で。プールの監視員でさ、一番厄介なのがさ、こうやってやって浮かんで見てるやつ。いるね。あれマジで腹立つ。こいつマジで溺れてんのか遊んでんのか分かんない。いやマジで浮いてんだあれ。プールの監視員はさ、それどこで判断するの？仮にその溺れてるかどうかっていうのはさ。いやでも本当分かんないから、なんか長えなと思ったらとりあえず入って、で近づいてたらだいたいなんか動くっていうか。でもいるのその溺れてる人って。いやでもめったにはいないね。一番プール監視員やってて、あこれが多かったなってなんだったの？やっぱあれだわ。そこ飛び込まないでーだよ。だから知らないで。よく聞いたな、自分も言われたな。え、おつるもさ、その声出せんの？そんなメガホンとかありますから。あー、でもおつるの場合さ、そこは正体でごさいぐらいのテンション感じゃん。それはやっぱ言わないとね、セーフがかかってます。あれさ、なんでさ、上着てる人と着てない人いるの？あれはでも別に特に関係ない。焼きたいか焼きたくないか。それでじゃあおつる焼きたかったからね。そう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 、あの時からだから始まったんだよ、俺も日焼けない。でもやっぱさ、筋肉あるから余計目立つよね。だからすぐ見られて声かけられなかったもんね。確かに声はかけられてない。あ、そういうのないんだ。こいつら明らかにずっとついてくるなみたいなやつがやっぱいて。女の子で、うん、ついてくるってどういう持ち場があるの、関心って。あーで、何時に巡回するんだけど、その巡回する場所に必ずあの休憩してくる。筋肉を見たいから。それでもやっぱ嬉しいの？まあまあ、まあ、嬉しいことは嬉しいよ。そう、でやっぱ声かける勇気はない、ないじゃん。逆にあっちがなんか声かけるきっかけを作ってるぐらいの、で監視員が大丈夫ですかって喋って、そっから多分盛り上がって、うわーハエだ。うわーハエだよね。わお。小学校の頃勉強してたらハエが止まって下敷きで潰したら殺せちゃったの。これやべえと思って。小さい頃ってさ、好奇心旺盛だからさ、うん、ちょっとした針でさ、お腹をツンツンってついたの。そしたらさ、一気にウジ虫がブワーって出てきて、うわーテープ作れかと思って急いで下敷き用でこれでもすくって、そのまま下敷きごとゴミ箱捨てた。ベイスターズ2002年の選手名鑑付きの下敷き捨てた。俺持ってた、そういうの。あ、流行ってたよな、その時間。なんか時代、あ石井拓郎だとか。メロンクリームサワー。ありがとうございます。これはしかも可愛いサイズ。勝負する。昨日さ、フェイさ、返信なかったじゃん、夜。あーごめんごめんごめん。その時台風だったじゃん。あーマジで心配したんだけど。宅飲みしてました。そうか、そうか、こうやって繋がってきたんだ。フェイって結構意外と返信早い方だった。あ、そう、もう朝起きて、あ、やべ、台風あったし、ちょっと心配してたんだ。しっかり家の横で飲んでた。しっかり飲んでた。携帯完全に放置しちゃう。うまい。こんな感じるの。やっぱり普通の方がいいね。ちょっとなんかサワーが入ってるとやっぱさ、アルコール感強いから。また滝のような性格でした。でも今日はまた前回の反省を生かして、今日俺これもう薄着だよ。結局こうなんのよ。結局こうなんだよ。行き着く先は。行き着く先。何その顔。引きつりすぎだろ。あれこそさ、それでトレーニングもしてる気にすぎで。うん、汗かいてもすぐ乾くからね。もう最近トレーギーがもう本当だらしない。 T シャツ1枚に速乾性のあるやつしか。これで体絞れてもいけると思ってさ、大会出場行ったらさ、結構料理たちがいっぱいいたらさ、どうなの自分たちやっぱ。あっ、なんの不安になるだろう。まあ分かんないけどね。でもね、それがデカすぎるっていう審査になるかもしれないし、あなたほんと絞り具合で、絞れててでかかったらちょっとビビるけど、さすがに。しかもあれじゃん、寺島さんからいいね言ったじゃん。欲しいよ。だからエグいって送ったんだよ、LINE で。少し無視されたけど。LINE 送った。ツイートしたじゃん、俺のタグ付けて。それで寺島さんいいねしてたよ。え、見てないの？気づかない。で、めっちゃトレーニング落ち入れになったわと思って、俺その日トレーニング頑張ったわけ。まだ気づいてない。おい、マジかよ。おい、すいません。必ずお会いしに行くので、来年、立派になって。立派になって、どうしたん？何やってんだよ、これ。
だからレイクレ・ドバシ賞を前もらったんだっけ。ドバ・ペロ・タカシ。タカシ、それに続く衝撃。ドバ・ペロ・タカシってラジオ。どんなラインナップだよ。すごすぎる。